まあ、わさび畑がありましてね、そこでお化けごっこなんかしたりして、本当に面白かった。とか、秋はもう景色がいいしね、あの紅葉。紅葉しますもんね。はい、でも、春夏秋冬、本当に楽しんでいらして、はい、小さい時の思い出、まあ、あのね、夏休みに帰るということもあったかもしれないし、はい、で、あの、そういう中でこういろんな風景今でも思い出されるご家族とか風景とか。そうですね、やっぱり疎開っていうんですか、先なんですね、はい、で兄弟とか両親に囲まれて、貧しいんですけども何かいつも笑顔が絶えないという、そんな幼い頃でしたけれどもね。あったかい思い出ですよね、はい、でも私思うんですけどもね、はい、今日本大震災で、はい、もう全てをなくされてしまったですね。そんな方たちが時にはね、昔の風景を思い出して、そんな風景の中でゆっくりとお休みになられたら。